あ、すみません。ちょっといろいろお尋ねしたいことがあって、電話をさせてもらったんですけれども、7月15日、午前10時から10時半の間に、東園田町、6丁目のマンションに、僕、山崎正幸と言いますが、うちに、ストーカー呼ばわりしてきた警察、警官2人、ちょっと聞きたいことあるんですけどね。いや、もうそれだけ言ってもらったら分かるはずなんですよ。そうですね、生活安全課の何さん？戦国さん。ちょっといろいろ警察本部とかいろいろお尋ねさせてもらったんですけど、住所、今の住所って僕届けで出してないですよね。出してないんですよ。届けで出してないんですよ。それでどうやって来たのかなと思って。なんで本人やねんけど。なんで？だから。当たり前やろ、家来たんやから。届け出ない家来たんやから、捜査してるやんけ。いや、令状あって捜査してんねんな、それは。絶対に。なんでそれができんの？だからそもそも。じゃあ、そう警察本部はそう言っとったんやんか。場合によっては捜査できますと。令状なしに捜査して、叩き起こして、まあ、いきなりできんの？鳴らし、ガンガン鳴らしたやないか。何がその後近所の名じゃ。取り立てやんけ、あんなもん。で、告発することになってもよろしい。いや、だからその方、捜査や。捜査して家来たんやろ？あ、なんて？横暴やんけ、お前らの。令状なしに来たんやろ？だから、令状なしに調べ上げたんやろ？捜査して。いや、だから詳細は言うわ、じゃあ。捜査してんな。今日ね、言い方どうでもよりは、おかしいぞ、お前。今から告発したるわ。わかった。はい。はい。